瞳の今夜もつやつや。ある一番は。あ、今日は歌から来ましたね。止まりましたけど。ご機嫌ですね。そんなことないんですけどね。はい。なぜ歌ったかと言いますと、先週来ましたね。来ましたね。うんうん。大変な強風でしたよ。電車が止まって大騒ぎ。ああ、ねえ、そういうメール来ましたね。うん、昼間から吹いてたんですよね。そう、吹いてた。日差しはね、とっても暖かかった。そうですよね。はいはいはい。吹き飛ばされそうな勢いですよね。いや、ほんと飛ばされそう。よろよろっとなったよね。さとみさんなんか細いから飛んでっちゃいますよ。そんなことないわよ。しっかり地に足をついて歩きましたけど。そうですか。はい。うん。川越線の差扇駅と南振谷駅の間の荒川陸橋。はい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 。それと JR 武蔵野線のほとんどの区間が高架上なんですよね。そう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 、あそこね。うん。だからめっちゃ止まるんだよね。そうなんですよ。ね、風が吹くともう、本当に止まっちゃって。ねえ、あそこは本当にひどいですよね。うん。うんうん、まあ前回の強風の時もそうだったんですけど、今回も一駅ごとに止まってるんですよね。うん、確かそう、やっぱ前回言ってたね。うん。そうなんですよ。各、また同じことの再現みたいな感じで、各駅に電車が止まっているから、うん、それが行ってから発車します。はいはいはい。大変でしたね。武蔵野線って踏切がないって知ってます？知らないです。だよね。踏切がないの？そう、ないんですって。え、一箇所も？そう、一箇所もないそうです。そんなことあるんですか？うん。つまり、その平坦のところをほとんど走ってないってことだよね。そういうことですよね。そうなんですよ。高架橋ばっかり。そうですよね。うんうんうん。なんかそんなこと考えたこともなかったけど、西武線って踏切たくさんあるから。うん、ああ、そうだよね。当たり前のように思ってて、踏切がないなんてなんか、びっくり。ねえ、びっくりだよね。うん。そうなんですよ。え、それってでも、すごくいいですよね。渋滞にならなくってね。まあ確かにね、風にはちょっと弱いけど、渋滞はないっていうね、いいメリットがあるよね。そうですよね。渋滞ないってことは、踏切事故もないんだよね。そうですね。そう。でもメリットもあればデメリットもあるんですね。うん。そういうことですね。はい。ではね、風の強い春一番も吹いたので。はい。はい。私たちもスタートしたいと思います。はい。本日もスタートしましょう。この番組は FM88.7MHz。携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマンラジオの JCPA からでもご視聴いただけます。では今日の1曲目、若い子なら一度は耳にしている曲だと思います。春にぴったりの曲、こちらです。ブルーム、トロイシバン。聞いたことありますか？うん、おかしいな、若いはずなのに初めて聞きました。そっか、若いよね。それはおかしいね。うん、おかしいな。このトロイシバーンは、オーストラリア出身の歌手でね、最近のヒット曲なんだけれども、この曲はちょっと80年代をイメージさせる曲として、今の若者に有名になったそうです。80年代の曲が、今の若い人には新鮮なんですね。そういうことですよ。70年代、80年代の曲ってメロディーもすごい素敵だし、ね、今の人にはちょっとこう、
なんかふっとくるものがあるんじゃないかな。最近の曲はテンポも早いし、次の曲がリリースされるまでも早いから、なかなか記憶に残る前に次に行ってしまう気がしますよね。そうなんですよね。ついていくの大変ですよね。大変ですね。はい。では、ここで話変わってコメントいただいているのでご紹介したいと思います。はい。ラジオネーム、おじいちゃんのポタポタ焼きさん。つぼみさん、さとみさん、こんばんは。先日の放送で卒業式の話を少しされてましたね。私の卒業式はもう45年前です。当時大好きだった彼女と卒業式の日、親に内緒で私の家で一緒に聴いた思い出ソングがあります。この曲を聴くと甘酸っぱくなるおじいさんです。音楽はいいですね。もちろんリクエストはその曲、H2O の思い出がいっぱいをお願いします。おー、おじいちゃんのポタポタ焼きさん、ありがとうございます。初めてのコメントありがとうございます。この曲、H2O の、思い出がいっぱい、はい、はい。これってテレビのアニメ、みゆきの主題歌にも使われてて、1983年に大ヒットした曲だそうです。だそうですって言いましたけど、知ってますけど。そうですよね。なんかすごくよく聞きましたよね、この曲ね。聞いた聞いた。卒業式の歌、ポタポタやおじいちゃん。おじいちゃんのポタポタやきさん。はい。うん。まあ、卒業式の時に聞いたっていうことなんだけれども。卒業式の歌ってさ、学校によっても多少違うじゃない？流行りがあったとしても。そうですよね。つぼみさんが自分の時歌った曲って、覚えてますか？またをくださいとかじゃないのかな。ああ、はいはい。私もそうだったかも。君が代とかも歌ってましたよね、まだね。その頃は。歌ってたね。うん。仰げば尊しとか。ああ、歌ったかな。ちょっとあんまり覚えてないな。仰げば尊しまでは。この3年間はコロナで卒業式もオンラインだったり、マスク着用で歌えなかった学校もあったようですよね。そうだよね。今年は卒業式はほとんどの学校でするようだけど、はいはい。歌はどうなんでしょうね。マスクしたまま歌うのかな？それとも歌わないのかな？そうね。どうなんでしょうかね。ちょっと卒業式の歌っていうことでさっき調べたんですけど。30年にわたり、ティーンに特化したマーケティングプロモーション支援を提供する株式会社 ING というところの調査で、流行に敏感な関東の高校生男女にトレンド調査を実施しました。しかも、渋谷を拠点にしている高校生。はい。この、どこよりもリアルで鮮度の高い最新の高校生トレンドだそうですよ。へえ、面白い。ねえ。いろんな調査する会社があるんですね。本当ですね。本当、本当。そう。で、今回の、テーマはね、卒業式のテーマソングについて調査したそうです。今時の卒業ソング気になりますね。でしょ？では行きますよ。いつもの。ドゥ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 。では、最近の卒業式歌う曲で、じゃあ第3位は何でしょう？なんか、AKB の、なんだっけ、NHK のドラマ、主題歌になった曲。ああ、なんかあったね。でも、外れです。そうですか。はい。これね、はい、
今年の調査なんだけど、ええ、ただ第3位はね、3月9日、ええ、レミオメロン。ああ、はい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 、曲前にかけましたね。かけたね。去年かなんかかけたかもしれない。曲自体は最近っていうよりはちょっとね、前の曲だけど、うん、根強い人気ですね。そうですね、では第2位どこでしょう。どこですよじゃない、誰でしょうじゃない、何の曲でしょう。あれだ、なんだっけ、あのピアノ弾きながら歌う人、アンジェリカじゃなくて。アンジェラーキー。そう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 、あの方の曲。手紙。うん、ピンポンピンポン、素晴らしい。すごいすごい、やったやったやった、初めて当たった。では最後ですよ。でで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 、第1位どこでしょう。なんだろう、1位。はい、ヒット曲というよりはなるほどっていう曲ですね。武田鉄矢さんの人として。うるわ。私たちの時代。これはね、今年の調査なんですね。なんだろう、はい、第1位はですね、川島愛さんの旅立ちの日にでしたよ。あ、これも結構何年か前の曲ですよね、うん、そうなんですよね。素晴らしい、ね、やっぱりいい曲はね、ずっと引き継がれているというかね、流行に左右されないいい曲ですよね。本当、そうですよね。はい、第1位、旅立ちの日にね、私のお家でも子供がよく弾くんですよね、この曲。あ、そう。そうなんですよ。何気なくトロトロっとなんか弾きたい時に弾いてるみたいで、いい曲ですよね。あ、なんか自然と聞こえてくるんですか。そうなんです。なると、そうなんです。素敵ね、いい曲だよね、本当ピアノ。そうですよね、はい、では今日の2曲目、もちろんこの曲を聴いてみたいと思います。ピアノにもぜひ注目してください。川島愛、旅立ちの日に。はい、さて3日後の3月11日は私たちにとって忘れられない日ですし、忘れちゃいけない日だと思います。12年前に東日本大震災のあった日ですね。そうなんです、もう12年も前なんですよね。なんかそんなに経ってない、つい数年前っていう感じがしますけど、衝撃が大きすぎてまだ先日のようによく覚えていますよね。本当ですね。でね、ちょっとこんな記事があったので紹介したいと思います。はいはい、ヤフー株式会社および LINE 株式会社は2011年に発生した東日本大震災から12年となる今年の3月11日に向けて、2社共同企画 3.11 これからもできることを実施します。本企画では2023年3月11日に 3.11 と Yahoo 検索で検索すると10円、 LINE サーチで検索すると10円、合わせて1人につき20円を東日本大震災の震災地支援や防災のために寄付できる取り組みを実施します。他にも巨大地震が発生した際の避難行動を3分で体験できるスマホ避難シミュレーションや、東北のメディアなどと連携し、被災地の今や防災、復興などについて知ることができるニュース記事を提供します。とのことです。検索だけで寄付ができるなら、誰でも気軽にね、参加できて、協力もできますね。そうそうそう。それにスマホで被災シミュレーションができるのは嬉しいですね。ね、いいですよね。なかなかこう、頭でね、近所の避難所、あそこだなって分かってても、実際その時になるとね、あ、どうしよう、どうしようってね、頭がパニックになったりするし、焦って、
なんていうのかな、動けなくなったりもするからね。うん。だから日頃、頭の中のシミュレーションもプラスして、こちらの動画で、ちょっと避難シミュレーションしておくと、なおさらいいかなと思いました。自分がいる場所の避難所は絶えずチェックしておくのも大事ですよね。ほんとそう。ね。自宅にいるとも限らないし。そう。職場かもしれないし。うん。通勤の途中かもしれないですよね。そうなんですよ。チェックは重要ですね。重要です。ぜひ、ね、ラジオを聞きのリスナーさんもこれを機会に、今一度、防災意識持ってみて、で、このスマホ、避難シミュレーション、ぜひやってみてほしいと思います。はい。では、今日、最後になります。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。この曲はね、彼女と今日別れたんだけど、でもまだ未練がたっぷりあるっていう元彼が歌った曲です。卒業式シーズンにちょっといいかもしれないです。キャリープース、Left and Right。はい、暖かくなってきました。あなたが春に聴きたい曲や思い出をぜひ教えてください。私たちの過去のトークはラジオ川越公式 YouTube に載っています。ぜひこちらもお聴きください。私たちへの質問、コメントをお待ちしています。携帯アプリではレディモに表示されている番組名のつぼみとさとみの今夜もつやつや、こちらをタップしていただくと Twitter に飛ぶことができます。そのままレディモにコメントを書いていただくこともできます。この番組のお相手は元アラフォーアイドルのつぼみと時々和太鼓奏者さとみでした。この後も引き続きラジオ川越をお楽しみください。